人はいつ日本列島に現れたのか、そして独自の文化を形成しながらどのように定住していったのでしょうか。日本列島にはっきりと人の足跡が残されるのは最後の氷河期に遡ります。氷河時代の人、環境、文化。2012年度明治大学博物館の特別展は10月12日から12月12日まで開かれました。今からおよそ4万年から3万年前の後期旧石器時代前半期は、英語の頭文字を取って EUP とも呼ばれます。今回の展示ではその EUP に見られる石器文化と、人が生活物資を獲得するためのさまざまな活動、および人・資源環境系に基づく黒曜石研究センターの研究成果を紹介しています。最新の研究では、EUP は海洋酸素同位体ステージ3と呼ばれる間氷期であることが示されています。気候変化の波では温暖期にあたりますが、現在よりも寒冷な気候、そして2万5000年前の最終氷期、最寒冷期に向かって寒冷化が進んでいた時代です。最終氷期の日本列島。寒冷な気候のために海水面が低下し、北海道はサハリンと陸続き、本州、四国、九州は一つの大きな島となっていました。本州では冷温帯の落葉広葉樹の花粉が多く見られ、乾燥した気候だったようです。しかし九州南端などの太平洋側では温帯の照葉樹林も広がっていました。最初に日本列島に定着した EUP の集団は、すでに何種類かの環境に適応する技術を持っていたと考えられます。そもそもおよそ20万年から15万年前にアフリカで進化したホモサピエンス、つまり現代人がアフリカから拡散し始めたのはおよそ6万年前。そしておよそ4万年前までにはヨーロッパ西部やオーストラリアにまで到達していました。ヨーロッパでは現代人とネアンデルタール人が接触、より発達した道具と生存戦略を持った現代人が生き残り、ネアンデルタール人は絶滅しました。一方、無人の大陸だったオーストラリアに現代人が到達した頃、インドネシアのフローレス島に非常に小柄な人々がいました。ホビットと呼ばれる彼らと現代人が接触したかどうかは分かっていません。現代人の拡散は考古資料から見て日本列島にも及んだと考えられます。その到達経路としては、対馬海峡あるいは琉球列島を経由した南方ルートが想定されています。その解明が今後の大きな課題となっています。 EUP の日本列島にいた主な動物としては、北海道のマンモス、本州、四国、九州のナウマンゾウ、ヤベオオツノジカなどが知られています。しかしそれら大型草食獣の多くが EUP の後
およそ2万5000年前の最終氷期最寒冷期の前後に絶滅してしまいました。そうした大型哺乳類の大量絶滅は世界的な規模で起こりました。北ユーラシアのように長い期間をかけて多くの種が絶滅する場合や、南北アメリカ大陸のようにほぼ同時に多くの種が絶滅するなど、その絶滅状況は様々です。北ユーラシアでは環境の変化と生息地域の縮小に原因を求める説が有力です。一方、南北アメリカ大陸ではおよそ1万2000年前に拡散した現代人による過剰な狩猟が絶滅の原因として重要視される傾向にあります。日本列島では氷河期の古い骨の多くが土の中で分解されてしまうため、絶滅動物と人の関係がはっきり残されている遺跡はありません。しかしナウマンゾウなどの大型草食獣は人にとって重要な資源環境の一部だったと考えられます。2000年に発覚した前中期旧石器時代遺跡捏造事件の後、捏造行為とは無関係な資料の再評価と、4万年を遡る新たな遺跡を追求する発掘が10年以上にわたって取り組まれてきました。その代表例としては、岩手県の金取遺跡第3・第4文化層や、長野県の竹佐中原遺跡、宮崎県の後ろ向堆積第4・第5文化層などが挙げられます。金取遺跡の第3文化層の石器は、土に含まれている火山灰の年代によって3万5000年から5万年前のものと推定されています。後ろ向堆積の第4文化層の石器は、火山灰の年代と植物計算体の出現ピークからおよそ4万年前のものとされています。後ろ向堆積の第5文化層の石器は、火山灰の年代によって4万年から8万9000年前の間であると言われています。竹佐中原遺跡 A 地点と C 地点の石器は、火山灰などによっても年代を決定できなかったため、考古学的に3万年から5万年前のものと推定されています。一方、竹佐中原遺跡 A 地点と同じ層から出土した D 地点の石器には、局部磨製石斧と砥石があります。これは明らかに4万年前よりも新しい EUP の石器群です。金取遺跡、後ろ向堆積、竹佐中原遺跡など、4万年以前の可能性がある遺跡をどのように評価するかは重要な問題です。それによって日本列島人類文化の初現をめぐる考え方が大きく異なってくるからです。例えば4万年以前の遺跡は、移行期を経て後期旧石器時代の文化に連続するという説や、4万年以前の遺跡は存在せず、それ以降に初めて遺跡が登場するという説、そして4万年以前の遺跡とそれ以降の遺跡は断絶していて、文化としては連続していないとする説があります。現状ではどの立場を取るかは表明できても、どの考えが正しいかを立証することは大変難しいと言えます。4万年以前とは対照的に、4万年前以降、日本列島各地で遺跡の数が増えます。4万年前から3万5000年前の遺跡が、九州地方と中部関東地方を中心に多数発見されているのです。その中には、
放射性炭素年代測定でおよそ3万8000年前のものがあります。最古の遺跡の一群は出土する地層の呼び名から十層石器群と呼ばれています。研究者の多くはその石器群を後期旧石器時代の始まりと見ています。というのも関東平野ではより古い地層から確実な遺跡が見つかっておらず、十層石器群がその後の石器群の伝統につながる要素を持っているからです。ただし九州と中部関東地方の石器群との具体的な関係は今後の課題です。また北海道でも後期旧石器時代初頭と考えられる石器群がいくつか知られていますが、放射性炭素年代測定で3万年前に達する遺跡はありません。十層石器群は惰性あるいは極部磨性石斧とさまざまな形状の礫器など重量石器を主体に、その他不定形な薄片石器から成り立っています。薄片石器は霧状の石器やノコギリ刃状の刃をつけた石器が特徴となっていますが、鎖型石器を除いて定型性が乏しいため、これまでに統一した石器としての名称が付けられていません。また十層石器群よりも新しい大形葉石器の系統につながると考えられる石器もあります。さらに鋭い切っ先を持った石人の根元に細部加工を施した石人製の基部加工尖頭器を持つ石器群もあります。このような十層石器群の登場は日本列島へ現代人が移住した証拠であると積極的に評価することができます。しかし中国や韓国など周辺大陸の考古文化との関係は不明確です。そのため今後の比較研究の成果が期待されます。十層石器群に始まる EUP は環状の村の登場によって新たな活期を迎えます。環状の村とはブロックと呼ばれる石器集中部が環状に並んだ遺跡のことです。それが営まれたのは十層石器群から発達した大形葉石器の時期にあたります。環状の村から出土する極部磨性石斧は動物の解体や木の伐採に使われたと考えられ、EUP 石器群に固有の文化要素です。そして環状の村と極部磨性石斧はおよそ3万5千年前の EUP の半ばに消滅、その後再び現れることはありませんでした。現在環状の村は東日本を中心に100遺跡以上確認されています。そのうち全体像がわかるおよそ40の環状の村を分類すると4つのカテゴリーに分けられます。グレード1は60点から150点程度の石器からなる中規模ブロックが1つあり、その他のブロックは60点以下の小規模なものです。これは最も規模の小さいタイプの環状の村です。グレード2は2つから4つの中規模ブロックに小規模ブロックが伴います。最も数が多く一般的なタイプの環状の村です。グレード3は150点から300点程度の大規模ブロックや300点以上の石器が出土する特大ブロックを持つことが特色です。
しかしブロックの数や冠状部の大きさはグレード1や2と変わりません。つまりブロックの石器の数が増え、全体に石器の分布密度が高くなっているのです。グレード4は直径50メートルほどの巨大な冠状部が形成されることに特徴があります。グレード1や2と同様に中規模と小規模のブロックから構成されていますが、大規模や特大のブロックは見られません。ブロックの数が増えたことによって冠状部の直径が巨大化しているのです。グレード1と2の冠状の村は基本的な生活集団の単位が誘導生活を送りながら集合離散していた結果を反映していると考えられます。一方グレード3は他の冠状の村と比べて遺跡の数が少なく、しかも累積した石器製作の痕跡が残されています。おそらく特別な機械を捉えて行われた大型動物の狩猟など生活物資の獲得が共同で集中的に行われていたと考えられます。グレード3を含む冠状の村は全体として資源獲得の効率化を促進し、その結果として EUP 集団の人口が増加していったのではないかと考えられます。まだ人口も少なかった実装石器群の時期、新天地で生活物資を探索しつつあった EUP 集団はより緊密に情報を交換できるようにするため、みんなが集まって環状に住むという伝統が生まれたのかもしれません。グレード4は基本的な生活集団が多数集まって住んだ場合に現れる形で、環状の村の終末期に登場します。狩猟採集社会での人口増加によって生じた生活物資をめぐる緊張関係、その高まりを和らげるために生活集団が一時的に大規模に集まって同盟関係を確認していたことを物語っているのでしょう。環状の村は現代人が各種の資源獲得を効率的に進めながら日本列島に定着するための重要な足がかりだったと評価することができます。これまでに紹介してきた実装石器群から環状の村の大形容石器群まで、EUP 石器群で利用された石材は様々ですが、この層では山や島に原産地のある黒曜石に目を向けてみましょう。長野県の霧ヶ峰と八ヶ岳からなる中部高地や、東京都神津島の御馳島黒曜石原産地に初めて人が到達し、石器の材料として利用が始まったのはおよそ3万8000年前であることが分かりました。これは静岡県の足高山山麓にある EUP の遺跡から得られた放射性炭素年代によります。最初に日本列島に住み着いた EUP の人々の行動力と技能には驚かされます。特に神津島に渡って再び本土に戻ってくるためには船の利用と航海術が不可欠です。中部関東地方各地の黒曜石原産地は EUP 集団が季節移動する大型草食獣を追跡したり、海産物の探索を行う過程で発見されたと考えられます。これまでに蓄積された産地分析データに基づき、中部関東地方の実装石器群から環状の村の時期までの EUP 石器群で利用された黒曜石について産地別の利用状況をまとめました。年代でいうとおよそ4万年前から
3万5千年前の期間にあたります。黒曜石の原産地から消費地へ放射状に線が伸びています。これは各消費地で利用された黒曜石の多様性を表しています。そのうち中部高地産の黒曜石は日本海に近い野尻湖遺跡群を含めてグローバルに分布。しかも足高山の山麓を除く全ての消費地で利用の中心となっています。特に野尻湖遺跡群の EUP 石器群では1万1000点以上の黒曜石製石器が原産地分析され、その全てが中部高地産であるという結果が得られています。このように中部高地産黒曜石がグローバルに分布し、他の産地の黒曜石の分布が地理的に偏っているのは、各地域の EUP 集団が中部高地を誘導ルートの結節点として利用していたからです。基本的に黒曜石を利用する EUP 集団は原産地で黒曜石を直接獲得していたと考えられています。黒曜石の動きから見た EUP 集団の誘導戦略は、日本海から太平洋に至る広大な地域にまたがっています。誘導ルートはおそらく水系、つまり川をたどっていたと推測されます。それは黒曜石の消費地からいくつかの水系をたどることで、中部高地の北側と南側から原産地へアプローチすることができるからです。例えば八ヶ岳の南麓に分布する横張前久保遺跡では、神津御畑島産の黒曜石製石器が出土しています。そのため中部高地と足高山麓を結ぶ経路として水系がたどられていたことは間違いないと思われます。 EUP 集団の広大な有料戦略において、野尻湖遺跡群はEUP 集団の集結地点であったと考えられます。というのは、野尻湖遺跡群には大規模なグレード3の環状の村がいくつも残されており、他の地域では見ない大型の砥石や多量の石斧が見つかっているからです。季節的に移動するナウマンゾウなどの大型動物を追って、太平洋側から多くの EUP 集団が氷河期の野尻湖の沿岸に集結していたのだと考えられます。今からおよそ3万5千年前までに、環状の村という独特な景観の村は消滅します。それと同時に極部磨製石碑も EUP の道具箱から姿を消します。また大慶洋石器も石器群の中で少数となり、代わりにナイフ型石器が槍の穂先として利用されるようになります。環状の村の消滅後に多く利用されるようになったナイフ型石器は、群馬県大神遺跡や千葉県東林跡遺跡のものが典型です。大慶洋石器とは異なり、規則的な柳葉状の形をしています。また素材となる白片の形を吟味し、加工の方法も規則的です。こうしたナイフ型石器の素材は一箇所でまとめて生産され持ち運ばれています。おそらくEUP 集団が小集団に分散したまま生活することで、誘導する経路も集団ごとに固定されるようになった結果、地域の住み分けが生じてきたと考えられます。一方、石斧は後期旧石器時代の終末に再登場するまで姿を現しません。そのため極部磨製石斧がなぜ消滅し、なぜ消えたままでいたのかは旧石器時代研究の大きな謎です。
EUP に限らず、黒曜石原産地をめぐる先史時代人の活動には解明すべきことがたくさんあります。最後に黒曜石原産地研究の最新成果を紹介しましょう。明治大学黒曜石研究センターでは、2011年度から人・資源環境系の歴史的変遷に基づく先史時代人類史の構築という共同研究を実施しています。その研究では、黒曜石の原産地として著名な和田峠に近い標高1400メートルにある長野県長和町の広っ原湿原一帯において、発掘調査と後進性から寒浸性初冬にかけての湖環境調査を行っています。調査の目的は、 EUP から縄文時代に至る黒曜石の獲得活動と原産地の地形、気候、植生などの変化の関係を後付けることです。広っ原湿原とその周辺遺跡における2011年度の調査では、湖環境データを採取するためにトレンチを掘削し、3メートルに及ぶ泥炭・砂礫層のサンプリングを行いました。また湿原周辺の陸地では蜘蛛坑を発掘、後期旧石器時代から縄文時代早期にかけて縦走した活動痕跡が残されていると判明しました。2012年度の調査では、第一調査区から槍先型尖頭器石器群と EUP の可能性がある石器群の一部が検出されました。第二調査区では、濃密な縄文時代早期の方眼層を掘ると、その下の氷河期のローム層から大型の黒曜石製白片などが集中して出土しました。これを黒曜石集積と仮称しています。現在、湖環境、年代、考古、それぞれの専門家が各種サンプルと考古遺物の分析を進めています。今後、それぞれの結果を統合して黒曜石をめぐる人類活動の復元を行います。広っ原湿原での考古・湖環境調査はこれからも継続して行われる予定で、さまざまな成果が得られることが期待されます。